はいどうも、ブンキャラです。前回ね、ゲートを作ったんで、今回とうとう行ってみようと思います。よーし、持ち物はね、何も変わってないです。なんだったらポータルをさっき作った感じですね準備してった方がいいかな。一応ちょっと鎧とか作っていこうか。これと、あれ足はあった。よっしゃー、行こう。先行き不安。よいしょ、それじゃ行きますよ。うおーらい、行ったぞ。いざ黄昏。着いたぞ。出た、これあの蛇みたいなやつのやつ蛇みたいなやつのやつ。あれでしょ、ナーガだっけ。ナーガとかいう蛇のとこでしょこれ。あ、なんかカラスだなこれ。こいつがいるのあんまり良くないって聞いた気がする。よし、黄昏ハンターっていう実績手に入れたな。で、カラスの羽っていうのも手に入れたね。オッケー。これも一括破壊できとんかな。あー、できてるできてる。うわ、びっくり、ドワーって出てきたねオッケーオッケー。どっかに拠点は立てなきゃいけないよね。まだちょっと読み込みが追いついてないけど、どうしよう、どこに拠点立てようか。もうすぐそこがポータルだもんね。近くに何かあるかな。あ、出た、鹿さんだ。わあ、これご飯になるんだよね。近くに何もないね。とりあえずナーガを倒すことを目標に頑張ろうか。一発目、初っ端からこんな過酷な話あるかね。とりあえずこう置いて、準備。まずは準備だよ。ちょっとあのでかい木もちょっと使いたいな。これすげえでかい。これ一括破壊できるんかな。どうなんだろう大丈夫かな、一括破壊して。やっちゃえ。あー、重たい重たい、痛い、なんかダメージ食らった。あ、ご飯か、びっくりした。トワイライトオークはオークになるんだね。マジか取り行ったのに、もうマジかよ。このまま使っていくしかないな。あ、そうだ、このホタルは一応ね、光源になるんだよね。一応松明の代わりになるっていうことでね、置いとこうか。角を置きたいんだけどな、置けないな。ここでいいか。よいしょ、よし。とりあえずナーガと戦うにはまだ早い気がするんだよね。一応行ってみる。あ、もう生まれちゃったよ。 HP ゲージ出ちゃった、噛んだ。わ、出た。あいつ嫌なんだよね。よいしょよいしょ、チラ。うわー、もう見てあれ、この顔。うわー、いやー、こっち見た。いや、来た、痛い。いやー、これね、頭しか攻撃が効かんのんじゃなかったっけ。痛い。いやー、ちょっと待って、頭どこだ。こっち来い。痛い、この野郎。よし、いやー、ちょっと待ってよ。あ、痛い、ここでも食らうの。ちょっと待ってよ。もう HP 半分まで削られたよ。いやー、どうしたらいいんだ俺は。これブロックどんどん壊すんだよねこいつね。いやー、待てよ、どうやって戦えばいいんだろう。どう戦えばいい俺は。んー、とりあえずヒット&アウェーだね。おら、痛い、ヒットできてない。痛い、ヒットできない。よっしゃ、いい、ヒットできない。アウェーしかできないよ、ヒットができない。どうしたらいいんだ。痛い。あ、痛い、だよね。もうこうなったらもう何回やられてても頑張るしかないよね。よし、とりあえず剣を取りに行こう、剣を。おーしいいぞ、回収。 HP 回復しようと思ってここに出てきたけど、ナーガもちょっとずつ回復しよるねこれ。回復すんのお前。おりゃ、真正面から行くんじゃなくて後ろから行けばいいのか。いや、食らうな。いやー、くそー。
いやでも3分の1じゃない、あと。よいしょ、痛い。とりあえず剣がないと話にならない。よし、はい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 、いで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 、この野郎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 。うわぁ、この斜め後ろからだったらいいんだよな。斜め後ろから、斜め後ろから。あと2発、あと2発。よっしゃ、あと2発じゃないな、この野郎。おっしゃ、倒したぞ、ナーガハンター。よーし、よし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 、倒したぞ。なんとか何回も死んだけど、ナーガトロフィー、ナーガの鱗。このナーガの鱗でナーガの装備ができるんじゃなかったっけ。なんかそんな感じだった気がする。これは鳥か。よし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 、帰ってきたぞ。はい、ということで、とりあえずナーガを倒すことには成功しました。まあ死んだけどこんな感じでね、黄昏の森やっていきたいなと思います。今回もご視聴いただいてありがとうございました。バイバイ。